はい、不良初心者講座です。今日はですね、フェローシャフルについて、解説をしたいと思います。フェローシャフルはですね、カード半分に分けまして、カードを押し当て中に入れていきます。これうまくいくときれいに1枚ずつ入ってしまいます。これパーフェクトシャフルっていうと26枚ずつのカードをきれいに分けて完璧に1枚ずつ分けてしまうと、パーフェクトシャフル。このパーフェクトシャフルを8回続けると元に戻ります。まずはこのフェローシャフルがちゃんとできないと次の段階に進みませんので、フェローシャフルのポイントですね。もうこれもきっちり分けるのがポイントで、これも指の感覚です。私は親指で大体の感覚でこう分けてます。右側がちょっと少ないみたいです。取りましたら角を当ててきれいに揃えます。これきれいに揃えるのはものすごく大事で、これが揃ってないと入らないこともあるし、1枚ずつこう綺麗に跳ね合わないことがあります。あとは私は人差し指をガイドとして使います。少し斜めに押し当てます。で、この押し方、ちょっとこうカードとカードを押さえつけると抜かれるっていうか、こう入っていくところがありまして、あとは徐々に、私はですねカードをですね少しこう上に持ち上げてるみたいな感じで入れてます。あとは前回のリフルシャフルでやったみたいにアーチ状にして落としていけばこれでおしまいです。まず半分に分けます。きれいに揃えます。人差し指をガイドにしてカードを当てます。ちょっと押します。ちょっと何枚か入ります。入ったら少しだけカードをこういうちょっと上にこう持ち上げる感じです。もうほんの少しの力です。カードをきれいに揃えて人差し指をガイドで当てて押し当て、数枚入ったらこれ左手の方が多いから少し余ってしまいました。半分に分けます。きれいに揃えてガイドにして押し出ていきます。はい、あ、これもう一枚だけずれてしまいました。
しのいるしゃべりの仕方です。はい、今日はフェローシャフルでした。